深夜アニメは見ますか？僕昔見てたけどね、見なくなっちゃったな。昔見てたわ。軽音とか。そのあたりは見てた。めっちゃ。まあ、今で言う推しの子とかよね。きっとね。推しの子。もう全然知らなさすぎて、そんくらいしか出てこないんだけど。もう。口を開けばすぐ推しの子。ピッピー、ほんと、推しの子好きですね。いや、推しの子好きって見たことないけどね。見たことないけど、最近といえばっていうね。僕の中の最近の代名詞。推しの子。アイドルね。曲のやつね。天才的なアイドル様、ウォーのやつね。今日何食べた？好きな本は？遊びに行くならどこに行くの？のやつね。何も食べて、ちょっとテレサがめっちゃ来る！やばい！今年の紅白どうだった？あー、でももうわかんない方も、ちょっといっぱいいらっしゃって、だいぶ、知れました。流行り知れたのかな。でも結構知ってる人もいたな。無敵の笑顔で荒らすメディア。知りたその秘密ミステリアス。は分かったよ。抜けてるとこさえ彼女のエリア。完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。おおおおおおお。バカにしてない、バカにしてない。バカにしてないよ。バカにはしてない。いや、僕好きだからね。いや、好きだからこそ、こんなに歌詞がさらっと出るという。僕が結構歌詞が出るってのは珍しいこと。好きだからこそのね。今日、なんかすげえ、今日何食べたか聞かれるなと思ったら、あれが歌詞か。今日何食べたね。びっくりした。そっちね。